CB、ホンダ CB1100RCB1100R は、ホンダ技研工業が、かつて製造、販売したオートバイである CB900 回をもとに、開発され、1981年から1983年まで、限定生産された、スポーツバイクである。レース出場を強く意識したモデルで1980年代に、市販車をベースに改造したマシンで戦われる。 耐久レースを舞台に活躍した。全世界で5000台程度といった希少性や、新車価格にして250万円という価格設定がなされた。モデルイヤーコードは CB1100RB CB1100RC CB CB1100RD。形式名は RB が SC05、RC と RD が SC08。RB は1050台、RC と RD は それぞれ1500台がヨーロッパ及びオーストラリアでのホモロゲーションをクリアするために製造販売された。排気量 1062cc のクーレ4ストローク4バルブ DOHC4 気筒エンジンを搭載し、1981年モデルは最高出力 115HP9000RPM をマークする。社名の R はレーシングバージョンを意味しており、 実際に装備されるパーツもアート製単造ピストン、強化プライマリーチェーン、簡単に脱着でき極限まで小型化された、ジェネレータ、当時では珍しいクリップオンハンドルのほか、車体も CB900 回ではエンジンの脱着を容易にするためにダウンチューブが一部、ボルトオン構造となっていたフレームを強度を優先するために一体化し、軽量化の観点から FRP 製カウリングや容量26の 燃料タンクはアルミ製。生産作業も手組みとされた。1981年モデルは、ノンカウルの RBI とハーフカウルを装着する、RB2 があり、シングルシート仕様であったが RC からは、フルカウルアルミ製燃料タンク、後部シートが装着された。1982年モデルと1983年型モデルでは、主に塗装が白の部分を、パールホワイトに、 赤と青の部分をメタリックに、アッパーカウルをベースレギュレーションに合わせ前後長を短縮、スイングアーム並びにフロントフォークを変更した。1983年には CB900 回と CB1100R が統合した CB1100 回を発売した。ありがとうございます。